身に覚えがありません。これは濡れ衣です。いや、酔っ払いはみんなそう言うんだよ。払ってくれなきゃ俺も困るんだが。信じてください、デュークさん。この子は本当にお酒が飲めないんです。どうしたんですか？一体何が？おお、二人ともちょうどいいところに。いや、助かったぜ。この姉ちゃんが俺の店で酒を飲んで代金を月にしたのは見たよな。ああ、そんなこともありましたね。あれはすごかったです。そうですね、性格が変わっちゃうくらい酔っ払ってました。そんな、二人まで。ねえ、確かに凛花で間違いないよ。人違いってことはないわよね。まさか、私たちが凛花さんを見間違うわけないじゃないですか。確かに、人が変わったように酔っ払ってましたけど、絶対に凛花さんでしたよ。人が変わったように。なるほど、そういうことね。すみません、リュークさん、そのお代は後で必ず払いますから、凛花を責めないであげてください。払ってくれるならいいんだよ。俺だってそんなことでぐちぐち言わねえから。今度は記憶が吹っ飛ぶ前にやめておいてくれよな。じゃあ近いうちに払ってくれよ。マリオン、あの、信じてください。自分は本当に。ええ、分かってるわ。リンカが来たのよ。なるほど、そういうことでしたか。己、なんて卑劣な。あの、すみません、何が何だかよくわからないんですけど。話せば長くなりますが、自分には姿が全く同じ姉妹のような存在がいるのです。へえ、双子だったんですか。確かに言われてみると雰囲気が全く違いましたね。いえ、そのように単純な話でもなく、言葉通り凛花が数人いるのです。何ですかそれ、謎かけみたいですね。とにかく、そういうわけでこっちの凛花は全くお酒が飲めないの。お酒を飲んでいた凛花がいたなら、それは自分とは違う凛花です。どんな卑劣な手を使って襲いかかってくるか分かりません。警戒を怠らないようにしてください。そんなに危険なんですかね、あの人。あれって凛花さんとは別人なんだ。でも本当に見た目がそっくりだったな。ってあれ、だったらあの時の凛花さんにつけて。ああ、最初からこっちの凛花さんに払わせるつもりだったのか。確かに危ない人だ。ああ、今月の生活費が空っぽに。もう、どうしてこんなことになるのよ。まさか、争いを仕掛けてくるでもなく、金銭的に攻めてくるとは。こうしてはいられません。早く凛花を捕まえなければ、私とマリオンのお財布がさらに危険なことに。凛花さんの財布って、班長と共有してるんですね。またあの凛花さんがいたらやめてくださいって注意しないと。